昨日誕生日会でコスプレで誕生日会だった。US ポリス逮捕しちゃうよ。なるほど、尊敬する先輩が切れまして別行動だった昨日。その相手はこのそのグループの中にいる方に。相手ははっきり言います。お疲れ様です。カメラ回ってますんでその辺もよろしくお願いします。カメラ回ってる。お前ちょっと連絡取れんで、お前の知っとるところ汚職とかになるじゃん。そんなんじゃ僕はぶち切れてますからね。だって僕板挟みですもん。どうしたらいいですか。でこいつも思い出してるね。ちょっと何だったの。何が昨日何だったんですか。そんな結末僕そんな許せないです。おはようございます。かぶっちゃって。かぶっちゃって。おはようございます。かぶってねえ。そのムキムキだって。あ、そういうの俺の恨みは、まあ、どうでもいいです。そちらに俺のみごちゃんは俺みごちゃんはムキムキだと。俺のみごちゃんは誰しもが興味ない。おはようございます。朝から、ね、おはようございます。朝から、本日はですね、昨日誕生日会でちょっと映像とか活動して、コスプレで誕生日会やったんで、はい、楽しそう。しかも外のビアガーデンで。ジェン君お誕生日おめでとう。 US ポリス逮捕しちゃうよ。 US ポリス誕生日おめでとう。ありがとうございます。めでたい。ザ・ルーフっていう店で初めてだけど、安かったな。1人6000円か7000円飲み放題でバーベキュー、で2時間半制かな。6月19日大阪でとび職の方お待ちしております。後輩のね、誕生日会やっとったんですけど、なるほど、尊敬する先輩が、ゴルフもいつも幼稚園待ったり、まあ、仕事でもそうだし、いろんなことでまあ尊敬してる先輩が、切れまして。また切れたんですね。また切れた。まあ、知ってるよな。はい。まあ、大好きよな。大好き。先輩のことな。はい。何君で赤堀さんでおうか。赤堀さんでしょうか。本日だけの仮名。赤堀さんが、はい、すごい、まあ、俺は尊敬しようんだけど、はい。まあ、ちょっと今日切れたんで、でもう別行動だよ。その途中からも。そうそう、変なスナックとかでカラオケとか行くぐらいやったら、いつもあの昭和ってあるじゃん、カラオケバーみたいな、あそこ安いじゃん。だけどそこはやってないってなったもんで、まあ、スナックでカラオケ歌おうぜってなって、バカバカしいじゃん、高いし、だったらもう本当に普通のカラオケ、高校生とか行けるとこ、あれでも行きましょうよってなって、たまにはね、たまには、もう俺は先に車、坂本ちゃんといいんだもん。坂本ちゃん もちろんお酒飲まないんだよね、だから車取りに行って、あのビアガーデンの下についてみんながなんかわざわざやっとったの。伊勢運動したはずなんですよ。カオは赤鬼さんが、赤鬼さんが、あ、もうそのあなたがいない間に揉め事が起きてたの。そうそうそう、まあでもなんか最初からずっとムカついてたの。その相手はこのそのグループの中にいる方に。相手ははっきり言いますけど、ジューピー。おーこれカメラも使うけど。キューピーさん、まあ、あいつがたまになんか寝とったかなんかで、まあ、詳細はちょっと本人に聞こうか。そうですね、で俺もなんか耳元でだけ言われたの、先輩で。で、雰囲気悪くしたないで、まあ、行くわって。ちょっとセールに電話してみようか、じゃあ。赤鬼さんね。ああ、赤鬼さんにね。よし。お疲れっす。カメラ回ってますんで、その辺もよろしくお願いします。カメラ回ってる。はい。今？はい。あ、そうなの？これを動画にしようかなと思って、面白いなと思って。この何？昨日の一連の流れを。いいっす、いいっす。本人は知ってますんで、木の木は。どこにいるんですか。俺は別にさ、はい。はい。だからあいつのもともと後輩なわけだから。はい。で、あいつは連れてきて、はい。で、俺もムカついたら、その次の店も探さなあかんかったし、はい。俺は2軒ぐらい自分が当たるとこがあってから当たったけど、はい。やってなかったもんで、はい。そしたら、あいつが、いや、僕知ってるとこ近くであるんで、はい。あれだったら言ってくださいって言ったわけ。はい。お前連絡取れなかったから、お前ちょっと連絡取れんで、お前の知っとるところ、はい。ちょっと連絡してくれよって言って、はい。言ってたらね、腐ったらなぁ、みたいな感じだったもんね。はい。汚職とかになるじゃん。ああ、そういうことですか。あ、寝とそうそうそう、単純に寝とったことが起こったわけじゃないですか。いや、寝とることも、なんていうの、まあ、それはちょっと面白いですね。お前だろっていう、はい。わかる？みんな集まってきとるわけだよ。はい。俺からしたらお前じゃなくて、あいつが率先してお祝いしてやるのが普通だと思ってるもんで、はい、
何もない、なんか朝偉かったかなんかしら、寝かっこだと。何言うてやろうって話じゃん。俺そう思うんだ。赤森さん、ちなみに今日はどこにいらっしゃるんですか。ちょうど別件で今、ただしが来るんですよ。マンションのリフォームのチェックで。もしよかったら会社になんか遊びに来ていただくことなんて可能でしょうか。いや、俺その後が入っとるの。いや、本当10分ぐらいでよろしいんで、もしよかったら日中今日ちょうどただしも来ますので、コーヒー一杯だけ寄ってくれないでしょうか。よろしいですか。あと何時間ですか。車取りに行ってますか。ちょっといかんわ。許せんかったわ。これだけで、って殴ってもらうし、はい、これガンナーを持って帰るわ、言って。はい、そう。どこ行ったんですか。で、あ、隣の寿司屋に飲んで。寿司屋に飲んで、はい。俺の連れ、同級生やってる店、はい、あそこ行って、はい、で、その後僕は犬飼にもぶち切れてますからね。お、なんか犬飼に、いや、俺が電話したんだわ、犬飼に。はい、はい。犬飼に、ゆかに財布持っとってもらったもんで、はい、財布がお前どうするんだって言って、はい、あれで取り来いよって言ったんだ。はい、うん、じゃああいつに来ますって言ったんだけど、はい、うん、まあお前にそれで怒られたんかなと思って。そう、いやコソコソしとったんですよ、なんかあいつが。お前よって、なんかコソコソやんないよ、別に政府に呼ばれてるって言うんだったら、いいや別にとか言って、そんなことお前コソコソしだすと雰囲気悪くなるねとか言って。別に多分あれも気まずかったんだと思うんですけどね。ああ、そうだ、板挟みでなんか。そうだから、まあ別にいいじゃん、別に。ちょっと後でじゃあ連絡する。いいですか。すいません、申し訳ないです。楽しみにしてます。はい。来てから来れるかもしれんって言ったので、もう電話でほぼ話しちゃうもんね、自分たちも。本当に。はい、視聴者の皆さん、はい、とりあえずみんなが来るまでループするか。はい、3、はい、ループループ新しいな。何わかるよね。ただし、わかるよね。ただし、わかるよね。わかるよね。カツオのことだよ。わかるよね。わかるよね。え？わかるよね。え、なんだろう。何個もありすぎてわからん。何個もありすぎて、逆にね。逆に。どうしたの？何があったの？逆に聞きたい。今から。うん。瀬谷君と犬飼ってます。じゃあ、並んで、夜行きます。これなんか、こちらですかね。もしもし。あ、です。今日やっぱり俺忙しいもんで。マジですか。撮ったらすぐ次の現場行かなかんで、ちょっと今日は勘弁してくれ。後日にしてくれよ。わかりました、すいません。スタート全然合わせるで。あ、わかりました、ありがとうございます。あ、ごめんな。はい、失礼します。じゃあこれは何もないじゃん、俺。これ終わりじゃん。終わりじゃん。なんだ。ちょっと電話しようか。もし。いいのかい。おはようございます。カメラ回ってるからな。カメラ回ってるからな。お前出すぞって言ったのまだ昨日聞いたばっかだと思うんですけど。なんやお前、昨日。こそこそやっとったらなんだ。ちゃんと説明してくれ。大丈夫だよね。カメラの前でですか。ああ、そう。で、今日は製品がぶち切れた件について動画撮影してる。そうなんですか。うん。いや別に俺はこそこそというか、本当財布取りに行きたかったんで。だったらいいわ、いいわ。ああ、ちょっと声かけられてますって言って。俺が口引きなんだったらお前な、港ま中浜で帰ってたんだろう、一緒に。いや僕はあれですもんね、財布でも健康館行く行きますもんね。健康感ないんで俺がいいかと思ったんですけど。やめとるか、お前。やめとるか。いや、動画だから切れなきゃいけないんだよ、俺もう。視聴者の皆さん、動画だから僕切れなきゃいけない、こういう立場でございます。やめとるか、お前。しかもお前よ、そういうのは雰囲気悪くなるだろ、てめえって車の中で怒ったの。それこれ何て言ったか知ってる。だって僕板挟みですもん。どうしたらいいですか。で、こいつも思い出してるね、ちょっと。じゃあ別に俺と試合が喧嘩しようみたいな。赤堀さんと別にいいわけじゃん。ちょっと向こうなんか声かけてくれとるんで行きますわ。まあそうだね、行っちゃうやつかもしれない。それをなんかこそこそこそやると、せっかくみんなのいい雰囲気が崩れるじゃん。まあそうですね。オッケー、とりあえず気をつけてな。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、お願いします。
また電話してよ。じゃあ最後に木の国に電話しようか、うん、あ、そうだね。こちらは NTT ドコモです。おかけになった電話は電源が入る。難しい難しい。変な入ってるってある。この瞬間に見える。よっぽど昨日遅かったかもしれない。え？あ、しょうちゃんお疲れです。お疲れです。何やってん？何やってん？あ、そうね、今言うてもって。結構結構。今声聞きづらい。うん、ちょっと聞きづらい。あ、ちょっと外で言おうかな。昨日の話、さこちゃん、大丈夫だったかな。ちなみにカメラ回ってますもん。さこちゃんも最後まで一緒に行ったもんね、俺と。俺も会社で一緒に行ったら、最後まで。なんだろうね、結局ね。まあ、多分、うん、まあ、まあ、寝とったとか、あれじゃない、まあ、話を聞いてなかったとか、うん、そういうことじゃないかな。うん、そうだね。せっかくね、みんなあれだったで、大丈夫だった、でも。まあ、でも俺は大丈夫だけど、うん、まあ、その後がどうなってるか。うん、ちょっと心配だなと思ったけどさ、まあ変にへそ曲げだったらいいけど、それが聞き合っただけ。ああ、そういうことか。了解です。すいません。やっぱ坂本さんいつも回答が優しい。喧嘩じゃないみたいな感じ。坂本さんが言ってた。何もないって言った。了解です、ありがとうございます。キノピカメラ回ってますんで。どこ、どういうこと？カメラが回ってますってこと。うん、キノピどうだったの？何が？キノピのなんか瀬谷君と今日、あ、赤鬼さんと今日喋ったら、誰と赤鬼さんと今日喋ったら、喋ったの？誰と喋ってないの？まだ電話してない。うん、なんか、なんだったかな、なんか結局寝取ったことじゃなくて、なんか見せてあいするとか言ってなんかグズグズしょったとか、なんかそんな感じらしいけどね。で、それ店を手配するって言われとったんでしょ、俺が。そうで、それを寝とったもん、無視しとったんでしょ。そうなんか最初、あ、いいっすよ、僕近くあるもんね、知り合い結構おるもんでって、なんか言ったとか言ってないとか、なんか言ってるな。あー、そういうことね。それなのになんかグズグズしょるもんで、まあ後輩、あんたの後輩だでっていうことでね、うん、それで、まあ納得できるみたいな。何やるの、どこにおるの。いや、もう寝腐っとったもんや。寝腐っとった。寝腐る。とりあえず迎えに行くわ。寝腐る。いや、いい、あの、今仕事行くで起きたんだって。10分ぐらい時間ないの。あ、10分ぐらい時間ないの。ない10分ぐらいあるだろ、絶対ある。寝腐っとったの。家の下でちょっとしゃべる。全然ちゃう。シャワーも浴びながらね、ちょっと待っとって。とりあえず下で待機しとくわ、じゃあ。とりあえず行くわ。本当に？うん、本気だよ。本気で？まだちょっと取れなくないもんね。このコロナなんとか広げなきゃ。広げていいよ。いいよ。とび職の方、ご参加お待ちしております。あ、ポリスさんも今日はついてる。この学校で俺は今日も一日おったね。マジで？ US ポリス。ずっと US パース顔見てみ。寝起き。何だったっけ。何が昨日。何だったんすか。電話しましたよ、さっき千秋に。うん、さっき。何ですんだって、ここでしろって。もうしたもんだって。ダメだって。した喋った。喋ったどうだ。え、お前ダメだろとか言って、うん、純の誕生日なんだでとか言って、お前が近くに店あるっつって、あれそっから探せっつって、連絡しろってともに、うん、お前無視しやがってみたいな感じで、うん、なって、うん、いや本当すんませんっつって、眠かったんですっつって、うんうん、ごめんなさいっつって、うん、もういいよっつって、うん、笑っとった。嘘。つまんないこんな結末。再現でもう一回電話してほしい。もう一回電話しよう。ああ。会社やってきたな。うん。もしもーし。あ、おじゃーす。もう先輩、もう一回電話しろって言われたので今。あ、はい。すいませんでした、昨日は。終わったやな、さっき。さっき終わりましたよね。僕がま。それ取っとるだろ。
いや、いや、キヨビーとこ聞いてちょっと野球出てまうぞ、これとりあえず、戸塚村に来たら、なんかもう制約に電話したって言ったもんね。そうそう、今さっきの感じだった。で、そんな結末、僕、そんな許せないです。そうだろう。そう、またいいや、明日なんか、ちょっと寝りゃいい。あ、また明日、そんなちゃんちゃんで終わるの納得できないです。先輩、明日ね、荷物のなしですよ。あ、終わらんよ、明日はもう、明日いつも通りでお願いしますよ。あ、分かった分かった。何ですか、もう二人で、あ、二人で話したんすか。もう今な、もうこっちで分かるの。あ、ね、謝っとった、ひたすら。キノピーは何て言っとったんすか。ん、謝りゃいいと思って謝っとった。先輩、だけどお前、俺も大人になったらお前ちょっと許しちゃった。先輩、そんなことないですよ。はい、ただまだ顔見ていっとらんだな。あ、そうですね、はい。まあ、顔見たら鬼みたいな顔しようかも。いや、そんなことない、そん。俺クラブ使い方間違えるのね。やっぱり赤鬼だわ。赤鬼さんが言っとるわ。すいません。はい、はい、まだよろしくします。うわー、はい、はい。